ちょっとこの袋に書いてきますからね。で A の薬、これは1滴を1日に2から4回飲ませ方は、薬ができたら私が見せます。で入ってる中身をここに書いておきますと、エンロフロキサシン、これ抗生剤、抗生物質です。この子の状態は、まあ、鼻炎でも副鼻腔炎、でもこれがもっともっと進んでいくとですね、気管炎、気管支炎、肺炎、機能炎という空気の通り道で鼻、副鼻腔で気管、気管支、肺、機能ってあるわけですけど、奥の方に行っちゃう。で奥の方に行っちゃうと食べなくなっちゃって体が膨らませるようになっちゃいますね。でこれに対する薬としてエンドフロキサシン、それからなんだメトクロブラミド、これは胃腸の動きを良くする、機能を高めるというか動きを良くしてよく食べてくれる。